あ、ケイちゃん。え、おはよう。ずいぶん早かったな。時間間違えちゃってさ。今日のミオン、なんか女の子っぽいな。そんなことないよ。いつもと同じだって。ちゃんと持ってきたか？参考書と問題集。もちろん。忘れるわけないよ。じゃあ行こうか。あっちの席が空いてるな。大丈夫か？大丈夫。結構テーブル狭いな。そうだね。辞書一つしまって二人で使うか。そうだね。かなりその狭いから辞書一つの方がいいかもね。なあ、ミオン。え？なにケイちゃん。
とりあえず、落ち着け。深呼吸しろ。あ、ごめん。あ？ケイちゃん？悪いことしていないんだから、謝んなくてもいいって。俺たち、仲間だろ？うん。緊張して、頭の中混乱状態なのはわかるけど、落ち着けって。俺は前原圭一で、お前は園崎美音。周りに誰がいてもいなくても、それだけは同じだろ？レナを助けてくれと、電話で頼んだあの時のこと、もう一度思い出してくれ。そうだね。どっと疲れちゃったな。よくよく考えてみたら、ケイちゃんと二人で外出することなんてなかったでしょ。あんなに毎日みんなで盛り上がってるのにね。だから変にエキサイトしちゃったよ。だからってエキサイトしすぎだろそれ。まあそういやそうだよな。なんか、いろいろと考えすぎちゃってさ。私ほら、話をする男子って、年下か親父ばっかりだったでしょ？だから、ケイちゃんとサシの時はどう話したらいいのかなってね。サシってなんだそりゃ。それに念のために言っておくが、俺も一応年下だ。あ、いや、まあ、そうなんだけど、なんていうか、意識しちゃったらどうも、レナたちとは調子が違ってきてさ。意識？うん。はぁ、あ。そうだよね。ケイちゃんなんだから、今まで通りで問題ないか。よし、じゃあ勉強始めるか。オッケー。あ、ケイちゃん、この役で合ってるかな。どこだ、どれどれ。どうしたの、ケイちゃん。ちょっと難しい？お前は。念のために聞く。英語の文法の SVOC。これはなんだ？ブランデー？そりゃ VSOP だ！ミヨン、ちょっとノート見るぞ。ミヨン。何？こりゃ、相当だぜ。え、
相当有望？むしろ無謀だ。お前一体今まで何勉強してたんだ。いやおじさん実学重視がモットーだったからさ。あはあはははは。お前よくこれで今まで進学できたよな。そんなこと言ってやる気下げないでよ、ケイちゃん。受験生に向かって。大体ね、うちの学校は世界の国の人が言えたら合格できるレベルなんだよ。ケイちゃんのレベルと一緒にしないでよ。どこぞの不良コミックかよ。ちなみにブラジルの首都は？ジュネーブ。とりあえず受験レベルまで引き上げるんだよな。うん、気合い入れて頑張るよ。かなり、いや、ものすっごく頑張らないとな。任せといて。こう見えても私本番に強いし大丈夫さね。大丈夫なわけあるか、このクソたわけ。この学力で合格できるなら世の中の志願者数は合格者数を超えたりせんわ。大体なんだ気合って。気合だけで何でも解決できると思ったら大間違いだぞ。いくら運命が人の意志の結晶とリカちゃんが言っても、今の学力で受験を乗り切れるのなら人はうなぎで空を飛べるわ。それにしても、え？あのさ、ミオン。大丈夫。頑張るから。今はこんな感じだけど、すぐに追いつくって。本当に。いや、そうじゃなくて、なんで急に受験勉強始めようなんて思ったんだ。え？いや、その、それは。なんだよ、そんなに変な質問か？え、いや。ミオン？ね。まあ、別に言いたくないなら言わなくてもいいけどさ、仲間としてもどんな理由なのか聞いておきたいしな。じゃあ言おうかな。お、言ってみ言ってみ。一緒の学校に行きたいなと思ってね。一緒の学校、誰と？だからケイちゃんと。一緒って言っても、お前俺より1学年上だろ。だから、その1年くらいかければ。
追いつけるかなって。まあ、その、なんだ？俺もミオンが一緒だったら、その、楽しいかな。かな？いや、楽しいと思うぞ、きっと。うん。このまま行けば、ケイちゃん、大学はきっと、東京でしょ？そうなったら、今の私の学力じゃ、絶対無理だし。だから。そうか。って、それじゃあ、ミオン、お前。そう。私も東京に、って。けど、その先は？大学くらいは許してもらうつもりだよ。そりゃ、その先家じゃ、きっと人波乱あるだろうけどさ。でもミオンってそんなに東京志向あったっけ？いや、ちょっと前まで全然。でもケイちゃんと一緒の学校にって思うようになったらさ、初めてその時から離れた自分を考えるようになったんだ。確かに私はこの雛見沢の代表、その崎家の次期当主だよ。だからこの村で生まれて育って、結婚して、子供作って、死ぬまでここを離れられない。子供の頃からそう教えられてきたし、この村の私が、私のすべて。毎日楽しいことを探して、みんなで騒いで、幸せに過ごす。それ以外は、あまり考えたことなかった。うん。でもさ、ちょっと考えてみた。私たちの村もどんどん変わってきている。古くからここで住んでいる人たちの他に、ケイちゃんたちのような新しい家族を受け入れたりして、古き良きなんとかなんて言ってられなくなった。だから、視野を広めておきたいんだ。ケイちゃんと一緒がいいのはもちろん本心だけど、これは私の将来にとってもとても大事なことだと思うんだ。ねえ、ケイちゃん。ん？大学行って、その後は、やっぱ、東京、かな。さあ、まだそこまでは。でも、それもいいかな、と思ってる。ケイちゃん。あ、
でも俺は。最後は、雛見沢には戻ってくるつもりだ。ここは、俺が俺らしさを取り戻してくれた場所だからさ。恩返ししないと、罰が当たる。違いないね。やっぱり、ケイちゃんだよ。え？ケイちゃんで私、本当に良かったなーって、ありがとね。あれ、ケイちゃん。お姉？ん？あれ、シオン？あらあら、こんにちは。ケイチ君にミオンちゃん。どうも。今日はデートかしら？あ、いや、その。何ですか、ケイちゃん。図書館でデートなんて色気がないですね。いいじゃねえか。図書館は涼しくて静かで、快適気分で楽しいぞ。おまけにタダですし。意外にせこいですね、ケイちゃんも。こういう時は、使ったお金の額で愛情が伺い知れるってものですよ。それじゃあ、私はこれで。あ、はい。ありがとうございました。お二人も楽しくね。なあ、シオン。それ。これですか？中野さんが雛見沢についての話をまとめたものです。例えば鬼隠しとかこの村の伝説とかいろいろね。鬼隠しって綿流しのあれか？へえ、ケイちゃん詳しいですね。綿流しの晩に毎年起こっているたたりについて高野さんが調べたそうですよ。ケイちゃん興味ありますか？いや、まあ、興味っていうか、それ…ちょっと、ケイちゃん！どうした、ミオン？いや…そんなことより、今日はここに勉強しに来たんだからね。ちゃんと責任持って教えてよ。ああ、いや、少しだけだからさ。それで、シオン、そのファイルに何が書いてあるんだ？いえ、今もらったばかりで。よかったら一緒に見ます？ケイちゃんってば！
ごめん。悪かったな、ミオ。うん。じゃあ、これ。シオンも引き止めて悪かったな。そういうわけだから、俺たちは勉強続けるよ。相変わらずなんですね、おねえ。何がよ。大好きなケイちゃんにはこのひなみざわの闇の部分を聞かせたくないってことですか。いや、ご立派というか、なんというか。シオン、あんたね、あれ気に障りました。次期当主ともあろうお方が動揺丸出しですよ。あんた、まだ疑ってるの？いい加減にしないと、私どうなっても知らないよ。どう？それは警告ですか、次期当主様。ひょっとして今年の綿流しでたたりに会うのは私ってことで？バカなこと言ってんじゃないよ。誰に吹き込まれたか知らないけど、なんでそんなデタラメを。デタラメだったら言ってくださいよ、本当のことを。私は本当のことが知りたいだけなんです。そのために動いて何が悪い。だからそれは。ああ、お姉はいつもそうですよね。投資投資という割に周りの顔色を伺って当たり障りなくのらりくらりと。でも私は違うんです。サトシ君のことを誰も話したがらないならそれでもいい。だったら勝手に調べるだけだから。あんたの力なんて期待してない。だから邪魔だけはするな。いい加減にしろ、この大バカ野郎。ミオン、引き止めちまって悪かったな、シオン。鬼隠しの話、今度機会があったら聞かせてくれ。ふん。二人で勝手に勉強でも何でも楽しくやってなさいな、お子ちゃまカップルが。ミオンも悪かったな。ごめん。いいよ、ケイちゃんが謝ることじゃない。なあミオン、さっきシオンの言ってたサトシのことって何のことだ。何、ケイちゃん知りたいの。ミオンは当然知ってるんだろ、鬼隠しのこと。まあ。別に隠す必要はないぞ。言いたくないなら無理には聞かないけど。楽しい話じゃないよ。楽しくなくても、物騒でも何でもいいさ。それに、これを聞いたからって、ひなみざわとミオンたちのことを嫌ったりはしない。あかねさん、ミオンのお母さんとの約束だしな。お母さんが？それじゃ、ケイちゃん。
わかった。それじゃあ、私の知ってることだけ。なんでシオンはあんなに必死になって調べてるんだ？サトコにはお兄さんがいてさ、サトシって言うんだけど、サトシとシオン仲良かったから。サトシ？シオンってサトシのこと好きだったんだよね。去年サトコのおばが殺され、兄がいなくなりました。でもね、サトシがいなくなっちゃったの、去年の綿流しのお祭りの日に。それが鬼隠し。正直無茶なことしてるって思ってるよ。シオンは鬼隠しは園崎家の仕業なんじゃないかって疑ってるみたいでね。園崎のことあれこれ調べ回ったりしてさ、いっぱい協力したのにこっちの気も知らないで。けどそれって普通じゃないか？え？もしもさ、もしもミオンが鬼隠しにあっていなくなったら、俺もきっとシオンと同じことをしてると思うな。ミオンだってそうじゃないのか？そりゃ私だってもちろんできることすべてやってケイちゃんのこと探し回って、そして、シオン、あんたには罪がある。あんたは今までミオンだった。その園崎家の鬼を継ぐミオンという強い立場がありながら、サトシ君を救わなかった、救おうとしなかった。サトシ君を救うための100億の瞬間があったはずなのに、あんたはその全てを見殺しにすることを選んだんだ。私は許さない、お前を許さない。お前が私だったらサトシ君を救えていたのに、お前が私を奪いサトシ君を殺したことを私は絶対に許さない。私はお前を殺すだろう。絶対に殺す。お前を一番残酷に殺す方法が何なのか、今日から毎日考えて過ごしてやる。シオンは私がそれを思いつくまでのわずかな日々を、いつ殺されるのか、どう殺されるのかに怯えながら過ごすがいい。簡単には殺さない。むごたらしく殺す。殺した後はサトシ君と同じ井戸に放り投げてやる。そしてサトシ君にあの世で謝ってこい。それが私を語り続けてきたことへの報いだ。報い、報い、お前の罪。うわー。わかる、わかるよ。今やっと気づいた。ミオン、私サトシの仲間としてベストを尽くしたつもりだった。でもシオンはそうじゃなかった。
それ以上だったんだ、あの子の気持ち。私、ちゃんと理解できていなかった。二人で勝手に勉強でも何でも楽しくやってなさいな、お子ちゃまカップルが。私にはケイちゃんがいる。でもシオンにはサトシがいない。確かにタイミングが悪かったな。ううん、それだけじゃない。私、シオンの気持ち分かった気になってちっとも分かってなかった。シオンが不愉快になるのも当然だよね。ミオン、私、シオンの立場で考えたら全然何もしてあげられなかったんだ。情けないなぁ。今さらこんな形でやっと気づくなんて、私って本当。ごめんなさいだろ。え？だったら謝ればいい。会えない相手じゃないんだし、悪いと思ったらごめんってさ、シオンに謝ればいいじゃないか。ケイちゃん、でも さっきのあれの後だもん。会ってくれないかもしれない。電話しても出てくれないかもしれない。今までのこと謝っても許してくれないかも。そうだな。でもそれを確かめるのはミオンだろう。え？やってみなきゃ分かんないよ。それにそこまで強く思ってるならなりふり構わずぶつけてみろ。ダメだった時は今度は俺がミオンを励ましてやるからさ。ケイちゃん、そうだね。そう、わかった。夜、あの子のマンションに行ってみる。よし。ダメだったら電話する。うん、やっぱりいい。ダメなことは考えない。絶対うまくいかせるから。応援しててよ。当たり前だ。ミオンは俺の大切な仲間だからな。ありがとう、ケイちゃん。